音響促進の模式図。船底から海底に向けて音波を送信して海底で反射して戻ってくるまでの時間から推進を算出する海底の地形を調査する様子音響促進は音波を利用する促進手法。1913年音響を利用する促進にはドイツの物理学者アレクサンダー・ベームが特許を取得している。日本では百三十一年に 日本電機により91式単審議が初めて開発された。音響促審儀では 4kHz 程度の音波を船底から海底に向けて送信して海底で反射して戻ってくるまでの時間から水深を算出する。水温や塩分濃度によって音波の電波特性に影響があるため誤差が生じる。近年では水中レーザーを使用する機種もある。 古典的な音響促進機では1本の音波ビームのみを使用するのに対し、近年では戦場の音波ビームを用いたマルチビーム音響促進機が主流になっており、二次元的に操作することにより、海底の三次元の画像が取得できる。また、魚群探知機と作動原理が同じなので兼用になっている場合も多く、小型軽量化され、 自立型無人潜水機にも搭載される例もある。沈没船の捜索では定番の装備でこれまで戦艦ヤマトやタイタニック等の捜索に使用されてきた。ありがとうございます。